今回は11月にまける植えられる野菜果物を4つご紹介したいと思います。いや早いものでね、もう秋も中盤に入ってきましたね。種まきはもうできないような季節になってきて、そろそろほうれん草とか小松菜も収穫できるようになってきたので、お鍋の頻度が増えるような今日この頃になってきてます。皆さんは葉物野菜植えられましたでしょうか？早く葉物の野菜が収穫できて、あったかいお鍋でホコホコしたいところです。はい、11月に植えられる野菜果物おすすめ品種1つ目、こちらツタンカーメンエンドウ豆になります。エジプトのね、ツタンカーメンのお墓から発見されたと言われるエンドウ豆になります。普通のエンドウ豆と違って鞘が紫色してます。でも中の豆は普通の緑色をしてて、まあ、エンドウ豆なので中の豆だけ食べるんで、普通のエンドウ豆と何も変わらないんじゃないのって思いがちなんですが、これがまた普通のエンドウ豆と違うんですよね。中の緑色の豆をご飯と一緒に炊いて、炊き上がったご飯をそのまま保温でしばらく置いておくと、お赤飯のご飯ができます。私は春にいつも食べていますので、まあ春らしい料理の一品に入っていまして、毎年必ず栽培しています。で、まあつつるありのエンドウ豆になりますので、結構背丈が普通のエンドウ豆みたいに高くなります。なので、春先には支柱を立ててネットを張ってあげるような形になります。はい、1つ目のおすすめがツタンカーメンエンドウ豆になります。11月に育てられる野菜果物おすすめ品種2つ目こちらアスパラガスウェルカムになります。これはね、苗から育てるんですけど、苗といっても、まあ、ただの根っこの塊のようなものになります。土に埋めておくだけでいいんですけど、まあ、3月か4月頃に暖かくなってきたら、土の中からアスパラがニョキニョキと生えてきます。朝にちょっと伸びてて、そのままにしておくと夕方には結構大きくなっているので、いいサイズで取るのがポイントになります。まあ、スーパーで販売しているような大きさで収穫するのがコツですね。虫がついて育たないっていうことも少ないので、まあ、埋めておくだけで育てられる手間のかからない野菜になります。ただまあ肥料を結構必要とする植物なので、植えるときには少し他の野菜よりも多めに肥料をやるといいと思います。1年でね取れなくなるのではなくて、1回植えてしまうと毎年春にはニョキニョキとアスパラが出てくるので、お得感もあっておすすめの品種の一つになっています。まあ、プランターでも多分育つとは思うんですけど、我が家はお庭に地面に直接植えています。はい、11月に植えられる野菜果物おすすめ品種3つ目、こちら玉ねぎになります。これもね、家庭菜園されてる方であれば育てられている方も多いと思うんですけど、玉ねぎには極わせタイプっていう、まあ、3月頃に収穫するみんなが新玉って呼ぶ、サラダで食べるようなものもあれば、6月頃に収穫して何ヶ月も吊るして保管できるような奥手のタイプのものもあります。田舎の方なんかに行って瓦屋根の屋根の軒の下にバーッと玉ねぎが並んでいるような光景を見られたことがあるかもしれないですが、そ
この玉ねぎは、まあ、基本的には奥手のタイプのものだと思ってもらえたらと思います。サラダで食べたい、甘い玉ねぎが食べたいと言われる方は、まあ、極早生の玉ねぎを植えることをお勧めしますし、長く保存したいという方は奥手のタイプをお勧めします。で、私の場合は欲張りなので極早生品種を半分と奥手の品種を半分植えて、どちらも楽しむようにしています。まあね、玉ねぎっていうのはサラダ、カレー、グラタン、スープ、炒め物、まあ、どれだけあっても使うのでね、毎年必ず育てています。はい、おすすめ品種の3つ目が玉ねぎになります。はい、11月に育てられる野菜、果物、おすすめ品種4つ目、こちらイチジクになります。まあ、果汁になるんですけどね、本当におすすめです。私はプランターで育てています。で、まあ、今年4年目の木になるんですが、毎シーズンね、収穫の時期になると少しずつ実がなってくれます。で、まあ、冷やしてそのままもちろん食べることもありますし、たくさん採れた時にはサラダにして生ハムで巻いて食べたりすると本当に美味しいです。今プランターで育ててるので、ちょうどいい量だけ収穫できますので、本当に重宝しています。もちろんね、地植えで植えることができればもっとたくさん実は収穫できるのかなとは思うんですが、あまりお庭にスペースもないのでプランター栽培で今のところ十分かなと思っています。こちらもね、種じゃなくて苗木を植える形にはなりますね。で、やっぱり根っこを伸び伸びと育てることが必要にはなるので、最低でもまあ15以上のプランターを使ってもらうことをおすすめしています。はい、4つ目のおすすめ品種がイチジクになります。はい、少しずつね、畑も過ごしやすくなってきてますね。野菜作りだけじゃなくて、これからは、土作りも力を入れていきたいなと思ってまして、牧場の方に牛糞堆肥をもらいに行ったり、まあ、バーク堆肥をもらえるところにバーク堆肥をもらいに行ったり、できるだけね、有機堆肥をこの時期に土に混ぜ込んで土をふかふかにしておくのも大事かなと思っています。はい、皆さん、これは何か分かりますでしょうか。もしかしたら前回の私の動画を見てくださってる方がいるかもしれませんが、こちらサフランになります。全くね、芽が出なくって、育ってるかな、置いてるだけだしどうかなと思ってたんですが、ついに芽が出てこんな感じなんですが、すくすくと育っています。まだね、花びらは出てきていないようですが、ここからお花が咲いて花粉の部分を収穫してサフランライスを作るところまで楽しみたいと思っています。ご視聴ありがとうございました。